こんにちは。アマゾンシスサポーター、堀秀夫です。今日は商品探しのコツ。まあ、コツというか注意点なんですけど、まあ、みんなと同じでなくてはならないというま感覚は商品探しにはマイナスです。みんなはどんな商品を扱っていますか皆さんはいくらくらいの売り上げを上げていますか、まあ、日本人の習慣なのか、みんながやっていることを確認して真似しようとする人が多いと。 この質問を定期的にいただいてます、まあ。みんなが扱う商品はライバルが多い商品。まあ、つまり利益を出しにくいと、ねえー。赤信号をみんなで渡れば怖くない方式は、えー、商品探しにおいては通用しないと。赤信号をみんなで渡れば同じ商品ばかりでみんな赤字という状態になってしまいます。まあ、自分が興味を持てるもの、まあ、自分が買いやすい方法で えー、みんなの動向を気にしなければ、まあ、割と簡単に商品は見つかります。個別サポートでは、できるだけライバルの少ない商品が見つかるようにサポートしています。また、マニュアルサポートで、おすすめのジャンルを設けず、NG 商品だけを教えるのは、ブルーオーシャンのオーストラリアアマゾンで、わざわざレッドオーシャンに突っ込むのを避けるためです。ね、マニュアル見た人が、こういう商品がおすすめです、というような記載を見たら、そういう商品にね、えー んできますんでんまあそんなことがないように商品探しで、えー、他人の商品を気にしてみんなの真似をするのはマイナスの効果しかありません。まあ、誰がどんな商品を扱っているのか、ね、気にせずに、えー、自分で、えー、得意な商品あるいは近所に店がある商品あるいはよく買い物するネットショップの商品、まあ、それらの中から え見つけてくると。で、他人の動向を気にしないという方がね、えー、なんか、はじめは、まあ、不安もある方法なんですけど、まあ、結果として、ね、えー、すぐに儲けが出なくなるとか、そういうことがない、えー、長く儲け続けられる商品が見つかります。まあ、個別サポートの場合はね、まあ、その辺も含めてサポートしてるんですけど、まあ、マニアのサポートの場合はね、えー、どうしてもこんな商品が狙い目とかね、えー、検索しちゃって、その、わざわざ、 ライバルが多い商品に突っ込んでいくと、まあ、いつまでもね、商品が見つからないとか、1回目は売れたけど2回目はもう値段がぐっと下がって利益出ませんとかっていうことになっちゃいますんで、まあ、その、ね、すぐに真似されて、なかなか利益が出ないというのは主にみんなと同じことをやってるとそういうことになりますんで、まあ、せめてみんなが何やってるか気にせず、まあ、自分が興味を持てるもの、自分が買いやすいものから商品探しをするという方法がね、有効です。 これたまに言わないとね、どうしても日本人の習性なんでしょうけど、みんなはどうなんだと、ね、気にしてみんなと同じことをやったり、人の真似をしちゃったりすることがあるんで、それは非常にマイナスの多い、おすすめできない商品探しなんで、ぐっとこらえて、ね、我が道を行くと、人の行く裏に道あり、山のや花の山というね、投資の格言がありますけど、まあ、 商品探し、転売も一種の投資なんでね、その格言通り、みんなの真似をしない方が稼げやすいと、長く稼げるということを覚えて商品探しをしてください。以上、アマゾイ室サポーター、堀秀夫でした。